だるま。皆さん、達者と書いて、だるまって読むことを知ってますか？知ってる人が少ないんです。これ、実際、中国の秦の時代の政治の実権を握っていた妃、聖太后が自分の政治のやり方などにイチャモンをつけたものや、気に食わない奴を、だるまという刑にしたのです。その、だるまという刑は、罪人、聖太后から見れば、の、両手足、すべてを切断。そして、大きい樽に水を入れ、そこに罪人を入れるんです。皆さん、想像しましたか？大きい樽に入った人間。頭しか出ていない人間。だるまに似ていませんか？しかも、聖太后は簡単に殺さないように、止血や加納止めをし、毎日食事を与えます。じわじわと殺すのです。本題に入ります。大学生の T さんは旅行好きで夏休みに中国に行きました。そして中国の山奥を探検。ここまでは良かったのです。そう、ここまでは。ずっと山道を歩いていたらお店を見つけました。その店の看板には達者と書かれていました。T さんは好奇心でお店の中に入ったのです。珍しいものを売っているのかな？友達の土産になるかな？彼はそう考えていたのでしょう。ですが、実際置いてあったのはだるま。人と同じ大きさの大きいだるまから、赤ちゃんと同じくらいの大きさのだるま。店の店主は誰かと話をしていたみたいで奥にいたようです。T さんのことを気づかなかったようです。そして、まじまじと、あるだるまを見ていたら、お前、日本人なら、助けてくれ！と、いきなり喋り出すのです。T さんは驚きました。だるまはさらに喋り続けます。俺は、C 大学生だ。ここにあるだるまは、全部人間だ。お願いだ。助けてくれ。 S は T さんに助けを求めます。 T さんはどうすればいいのか考えていると店の主人が出てきました。 T さんは中国語を喋れたので中国人のふりをして S の声が聞こえないふりをして急いで店を出ていきました。中国の山奥などに法律は届いていない。それにだるまの刑は聖太后の時代で終わっていません。主に中国のマフィアやゲリラなどが裏切り者などにやっているのです。これぞまさしく神秘の国、中国。T さんは日本に帰国し、C 大学生の S について調べました。そしたら、いたのです。本当に実在した人なのです。彼は去年の夏に中国へ行ったきり、行方不明。それ以来、T さんは中国に行かなくなりました。